こんにちは、ルピナです。今日は、免疫力を上げることでみんな忘れてませんかっていう、とっても簡単でお手軽で誰にでもできる方法を、思い出してもらおうかなと思ってお話ししています。もちろん私が開発した手法でも何でもないし、まあ、割と世の中に知られてるっているんですけど、でこういういろんなねニュースが蔓延してくると、そういうね一番大事なことを忘れがちだなと思って、私自身にも、思い出す意味で録音話してます。そう、 何かっていうとね、免疫力上げるねお手軽な方法はね、笑うことです。そう、笑うこと。まあいろんな実験、まあググってもらえると分かると思うんですけど、なんか吉本興業に連れてってナチュラルキラー細胞が活性化した実験をやっていたりとか、あとは認知症に、笑わない人は認知症になる確率が2倍高いとか、まあなんかいろいろなデータもエビデンスもあるので、まあそのね見てもらうと分かると思うんですけど、笑うとも当然ね、なんかエンドルフィンも出るし、呼吸も深くなるし、ね、まあ、体温も上がるし、いろいろいいことがあるじゃないですか。でそれ以外にも多分ね、まだ人間の分かってないような、作用って体の中に起きてると思うんですね、笑うことでね。なのでまあ本当にいろいろ予防したりね、最大限の注意をするっていうのはすごく大事なことなんで、やった方がいいと思うんですけど、それ以外はね大きく笑って、なるべくねバカバカしいことを考えたり、漫才や落語聞いたり、家族と笑い合ったりして、なんかねそう笑うっていうのをちょっと思い出していこうかなって私も思ってます。なので、そうね、笑いましょう笑いましょうっつってね急に笑えるもんじゃないけどね。そうそう、楽しいね笑いヨガってあるんですけど、昔私の恩師であるエハン・デラビーっていうスコットランド人で、関西弁をしゃべるおじさんなんですけどね、まあ、講演本を書いてたり講演してたり、意識の研究家とか、まあ、いろんな肩書きを持ってる恩師のエハンなんですけど、エハンが笑いヨガじゃないけどな、講演会のお手伝いした時にね、ガハハって笑う時間を作ったんですよね。結構会場に、多分あれ神戸でやって、何だろう、100人ぐらいいたんじゃないかな、まあ、会場でエハンが大きなね声でガハハッと笑って、みんなも笑って、私も笑って、もう涙が出るぐらい笑って、本当に楽しかったんですけど、まあ一瞬にして会場の空気もね想像がつく通り変わりましたし、本当になんか楽しい雰囲気で、その後のねエハン結構難しい話とか話するんですけど、まあ、そういう話も割とねいつもよりは耳に入ってきましたし、なんだろうな、そういう心も整うんだなということが分かりました。ぜひ楽しくね笑う時間をとっていきましょう。ではでは、またお会いしましょう。